とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を使っていこうと思います。これ、機械化ソーブレード、そして、パワーシェイカーですね。パワーシェイカーは、レイピアとの相性がいいですよね。で、機械化ソーブレードとも相性がいいんじゃないかなと思って今日はやってみます。ソーブレードもレイピアも攻撃速度は一緒です。大体一緒ぐらい。なので、合うはずなんだよね。で、レイピアよりも機械化ソーブレードの方が攻撃力断然上です。なので、これでも全然いいじゃない？うん。まあ、攻撃範囲が、機械化ソーブレードが若干短いのよね。若干短いんだけども、重力を入れてれば変わんないでしょ。変わんないと思うよ。で、実際、どんな感じかというと、こんな感じです。まあ、アーティファクトシナジーとダイナモを入れてるから、一発目がすっげえダメージ出るんですけども、もう全然使っていけそうなんだよね。はい。ということで、今日は機械化ソーブレードのパワーシェイカーでデイリーやっていきましょう。多分強いぞ、これ。すいません。デイリーが、ボス付きがなかった。うん、ボスデイリーがなかったので、ちょっと、ここに来てます。うん。で、輝きが、このソーブレード付いてないので、ウィザーで回復していこうと思います。あ、いいんじゃない？いい感じだと思う。攻撃範囲もそこまで気にならないかな。そこまで気にならない。うん、全然使っていけるし、やっぱ火力がこっちの方が高いんで。あー、おいおいおいやめてくれやめてくれ、変更はやめろ。変更はね、やっぱりね、羽ぴょんする人には全然厳しいんだよね。オッケーオッケーオッケー。あ、全く問題ないかな、今のところ。うん、やっぱ重力ついてるから吸い込んで倒せるので、若干の攻撃範囲の短さっていうのもそんなに気にならないかな。あ、全然やっていける。やっぱり一発と最初の一発目のダメージがかなりでかいので、そこでだいぶ回復するもんね。うん、あ、ウィザーとの相性最高。うん、だね。最初の一発がでかいからそれでだいたい回復できてる。うんうんうん。あ、輝きいらないな。輝きいらない。はい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 。あ、これはいいぞ。うん、あ、俺はむしろこっちの方が好きかな、レイピアよりもさ。あ、でも、うん、なるほどね。ロイヤルガードとかになるとちょっと敵のリーチが長いんで戦いにくさはあるか。あー、変なとこ行った。うん、まあまあまあ、でもいいんじゃないですか。それに有り余る攻撃力があるんで使いやすい。すっごい使いやすい。多分これボスとかにも相当いいと思う。うん、特にボス戦では輝くんだろうね。レイピアは、単体のダメージがないんだけども、これだったらあるんで、これネームドとかボスには強いぞ。お、ゴーレムいた。どんぐらいで倒せるかな。あ、まあいいや、取らなくてもいいか。あー、うんうん、いいんじゃない、いいんじゃない。ゴーレムにも全然こっちの方が戦いやすい。これはいいぞ。それではこのままボスまで行っちゃいましょうか。ドラを使って、おい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 、そうか、ダイナモだからね。うん、やっぱダイナモは強い。何につけても強いわ。ダイナモ、おい、なんか変なのがついてるぞ。
素晴らしい。これ俺結構好きかも。ではボス行きましょうか。あんまりダイナモは貯めずに行きますね。ダイナモを貯めると速攻終わってしまうので、うん、今回はパワーシェイカーで戦いたいんで、ダイナモは基本的にはあまり使わずに行きます。おいって強いって、やっぱ最初の一発目がすっごいダメージ出るんで、なむちゃくちゃいい。何これ強い。はい、ということで今日はですね、これ機械化装ブレードのパワーシェイカー、この編成で使ってみました。めちゃくちゃいいね、むちゃくちゃいい。攻撃範囲は確かにレイピアの方が若干長いんだけども、重力ついてるからそこまで気にはなりませんし、一発衝撃だね。で1000万ぐらいダメージ出せるので、そこで大きく回復しますので、うん、これはかなり使えるんじゃないかな。うん、まあまあレイピアが使いやすい人っていうのもいると思うんですけども、一度このソーブレードでやってみてください。結構使いやすかったですよ。俺はかなりおすすめできます。特にボス戦ね、ボス戦ではすっげー強かったんで、これはかなりいいと思います。はい、おすすめです。やってみてください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。